ボーイフレンドを親に紹介して、いい印象を与えることは難関です。間違いは一つではありません。夫婦の新しい動画で、相手のご両親に会った時にすべきこと、してはいけないことをチェックしてください。準備はいい？ガイフレンドのご両親に初めて会う男、非常に重要です。ヒントが必要。いい人になって、馬鹿げたことをしないでね。よし、行こう。ママ、パパ、ジャスティンよ。こんばんは。お菓子とお花です。私たちのコートをかけてもらえますか？お父ちゃんとお母ちゃん、元気出たか？カウボーイが来たんだからね。あんた方の娘子？ほら、連れてきたら。おかえり。こんにちは、お父さん。びっくりした？ああ、偉大なお父さんとお母さん。彼女みたいな素敵な生き物を誕生させてくれたことを感謝いたします。こんばんは。ほら、入って、みんな、パーティーだよ。こんにちは、お父さん、お母さん。僕を息子と呼んでください。ジャスティン、お父さんとお母さんよ。はじめまして。あは。ちょっと待って。今日からどうぞよろしくお願いします。ママ、パパ、ジャスティンです。はじめまして。お花とちょっとしたお菓子です。どうぞ。家族での夕食、召し上がれ。あ、ごめん、ちょっと席外すね。さて、尋問を始めましょう。娘と付き合う意図は？どうぞ座って。おっと、手を貸そうかなんてね。引っかかった。お父さんもお母さんも受けてるでしょ。ちょっと食べ過ぎじゃない？見てよ、こんなに太っちゃって。僕が代わりに食べるから。お母さん、お母さんも食べ過ぎですよ。美味しそうなチキン。でもちょっと脂っこい。ナプキンありますか？お母さん、ちょっと失礼。何してるのよ。あ、落とした。ナイスキャッチ。ねえ、返して。ダメ。ジャスティン、全部美味しかったです。残り物はもらっていっていいですか？ありがとうございました。仕事に行かなくちゃ。
デリバリーのアルバイトがあと5分で始まるんです。アスパラガスを取ってくれる？食べ物で遊ばないで。ジムキャリーじゃないんだから。すみません、すぐに戻ります。うわー、ミイラ。はは、驚きました。僕ですよ。とっても美味しいご飯でした。いやいや、僕に任せてください。お皿を片付けて洗ってきます。家族と夜を過ごします。僕の部屋ありますか？お前はもう負けだ。何を言ってるんだ。ワイルドウエストには独自のルールがあります。お前が俺の娘に値することを証明してみろ。左手赤、右手黄色、ああ、ジャスティン。これが幼稚園の頃、これは初めて自転車に乗った時、それからこれは彼女が木にぶつかったところです。全員の写真、これは卒業式の前ね。それから20歳の頃、ジャスティンは興味がないようです。もう食べない方がいいよ。お父さん、彼女の好きにさせてあげてください。ママのネイル見て。まだまだですね。僕のネイル見てください。すごくないですか。それで僕たちは出会ったんです。これが初デートのセルフィー。二人ともお似合いよ。さよならを言う時が来ました。お父さんの肩で鼻水を拭くのはやめましょう。最愛のお母さん、キスさせて。あなたはすごい女性です。では失礼します。ノートパソコンをいただいていきますね。お会いできて嬉しかったです。あー、これいらないんですか。じゃあ持って帰ります。さよなら。おっと、カウボーイを捕まえたぞ。さよなら、さよなら、おやすみなさい。さあ行こう。夕食おいしかったです。ああ、忘れ物しちゃった。ゴミ出しておきますね。おやすみなさい。ガールフレンドのご両親に会いたいですか？あなたに起きた厄介な状況をコメントしてください。
そして皆さん、このビデオにいいねしてチャンネル登録とベルをクリックしてください。ウーフーの面白い動画をお見逃しなく。